ドゥンドゥン IT メタバースパパニュース。こんにちは、いかがですか？体調崩してないですか？そいつはよかった、私もあなたのおかげで元気です。この番組は普段は英語が話せないのに外資系 IT 企業でセールスエンジニアをしているパパ丸山がお届けする IT のニュース、メタバースのニュースなどを分かりやすくお伝えするトークバラエティです。よろしくお願いします。まあ、そんなに堅苦しくなくですね、 IT 以外も子育てとかね、様々な話題をお届けしております。さあ、今回は今話題の AI、 その中でも特に去年からもう流行語大賞にもなりましたね、生成 AI の一つ問題が起こっております。こちら、ドゥドゥン、生成 AI の精度を上げるための学習に事故や事件の犠牲者の顔が使われているということで、まあ、生成 AI、まあ、AI がこうクリエイティブな活動ができる、クリエイティブなものを作れてしまうというのが AI の特徴なんですけど、生成 AI の特徴なんですが、何もパッとゼロから作れるわけではなくてですね、 AI も常日頃ですね、学習しております。で、その学習というのはインターネット上にあるデータです。これを AI は自動的に学習してどん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 理解を深めていくわけですね。例えば猫っていきなり AI は分かんないですね。犬もいきなり分からないので、いっぱい猫の写真をこう覚え込ませて、なるほどにゃと、こう毛が生えてて目が2つあって耳が2つあってひげが生えてる、これが猫なんだなってだんだん分かっていくわけですね。今回もですね、人間の顔というものを、まあ、学習させる、まあ、いろんなものを学習させるためにネットにあるものを学習していきますので、まあ、ネットにあるということで、こういろんな事件のね、被害者犠牲者の写真がどうしてもニュースに載ってしまうので、それを AI がまあ勝手に学習しているという問題なんですよね。まあ、確かにこの被害者犠牲者に絞ってしまうとちょっと分かりにくいかもしれませんが、まあ、そもそも勝手にね、自分の顔を学習されたくないっていうね、人もいますよね。そう、例えば Facebook とか Twitter とか、そうインスタとかでね、自分が上げてる自分の顔もね、そう学習に使われてるかもしれないというのはね、ちょっとやだなってね、稲川淳二さんのようにね、やだなって思っちゃう人もね、そう多いんじゃないでしょうか。今このあたりまだ日本では法的な整備がまだ行われていないので、違法かと言われたら合法です。ただ今世界的な流れで、この勝手に使わないでほしいっていうのを自分で決められるようにしていこうというところがあるので、だんだんこう法律は変わっていくんではないのかなと思います。ただ、まあ、この AI っていうのは難しいものですけれども、人間の子供と一緒でいろんなものを学習していって成長していくわけですね。ということは、学習がある程度制限されてしまうと AI としての成長も止まってしまうわけなんですよね。ここが難しいところですね。まあ、でも勝手にね、例えば小説とか創作物をね、学習して似たようなものを作ることができてしまう。でもこれがじゃあ AI かっていう、これ AI が作るクリエイティブってそういうことかっていうと、なんか難しいところありますね。AI という素晴らしい道具を手に入れた人間、その使い道、非常に今難しい岐路に立っていると思います。 AI を学習させるためには無作為に大量のデータを学習させる必要があります。ただ無作為に大量のデータを学習されると困ってしまう人間もいます。ここがね、そう難しいところでございます。というわけでね、そう身近に来ている AI なんですが、この学習と学習のさせ方、いろいろね、問題が起きているというところね、ぜひ知っていただきたいなと思います。そうですよ、 AI がなくなって先生したわっていうのじゃね、ちょっともったいないですよね。というわけで今回は AI の話題をお届けいたしました。ぜひね、あなたがこう思う、こうだよというね、ご意見あればですね、このコメントいただきたいなと思います。この番組 Spotifyアップルミュージックをはじめ、スタンド FM など様々なポッドキャストで配信されておりますので、あなたが聞いている媒体でぜひコメントいただきたいと思います。もちろん YouTube でも配信中、もしどの媒体でもフォロー、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。 IT メタバースパーソナリティパパ丸山でした。バイバイ。